はい、カメラを止めるのは見に行ってきました。すごいストーリーが面白かったです。まあ、ああいう映画は、まあね、ぜひ皆さん見ていただければと思っております。山口敏太郎の日本大好き。こんにちは、南部一一子です。作家の早瀬康弘さんです。お願いします。カメラを止めるなんでしょ。はい。もう、見に行ったわ。だってもう都市ボーイズが、広めた映画ですよね。違うわい。違うわい。そうなんや。違いますよ。って聞いてるけど。いや、違う違う。広まってるところに僕らが便乗しただけです、ね。便乗かい。うん。あ、しただけです、しただけです。まあ、面白かったよね。面白かったです。そうなったけどな。すごいいい映画でした、本当に。うん、そうなの。いや、まあ、やっぱ頭のいい人が作ると、ちょっと面白いことができるよね。感動もありますし。南部さん見られてないですか？まあ見てないしね。見てねえんだよ。ああ、もったいない。見た方がいいよ。面白いですよ。今東方とかにありますから。八千代緑ヶ丘で、俺見てきたよ。八千代緑ヶ丘。八千代緑ヶ丘では見ない。なんでどこで見るんですか？東方シネマズがあるやん。新宿で見るんですか？新宿の。ダッサこいつは。駒劇場。いや、ねえわ。要するに都内で見たい。都内で見たい。都内で見るかな？見たいですね。面白いんや。面白いですよ、ね。で、面白いけど、あれでしょ？中身は。言えないんでしょ。言えないですよ。言っちゃうと面白みがなくなっちゃうんで、まあ、やっぱりそのいろいろあってネタバレ一切なしの方が、うん、そうそうそう、まあその方がおもろいな、うん、面白いです、うん、途中までねあれっていう感じ。いや、そうなんですよね、うん、であれで帰っちゃうと、あ、俺しまったかなと思ったの、うん、あ、はい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 、これだったらあのね、あ、これだったらもうあかん映画やなと思ったら、うん、で帰ろうかなと思ったらまたちょっと違う展開。そうなんですよ。そっからやな。そうですね。そしたらその最初の気味の悪い部分も、あ、こういうことで気味悪くなってるんだっていうのが分かってくるんですよね。そうなんですよ。そうなんですよ。だからもう一回見たいっていう人の気持ちがすぐ分かる映画ですよね。うん、そう、あ、答え合わせ。うん、そう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 。そう、2回3回と見たいです。あれは。見てないですけど。一回しか見たいという気持ちだけ。見たい。続けて見たい。見てないですけど、ね、見てないけど。はいはい、うん、気持ちですね、すごい。いや、まあまあね、うん、皆さんこれチェックしていただいて、いや、ぜひぜひ、すごい面白かったです、本当に。いや、でもな、あとな、関ジャニファンとかな、はいはい、まあ、ものすごい俺のファンに入ってきてくれた。あ、いいですね。ツイッターとかでも、はい、フェイスブックとかで。ジャニーズファンは一回つくとものすごい長く応援してくれますからね。そう、だから、はい、あの村上くんの番組、なんかもう5年も6年もね、コメント出てるやん、はい、でな、あの、ありえん世界も出てんねんけど、はい、今回、ジャニ弁で、ジャニ弁、はいはい、ね、テレビでまた久々に絡んで、はい、まあ、またバーッとフォロワーすごい増えて、うんうんうん、やっぱりちゃうな。ほんでその子たちがねライブに来るようになったよな。ああ、そう、すごいっすね、それ。だからね、もうね、今年からちょっとおかしいわ、うん、アワーズも、アワーズあれ、ま、大月健二が来た時に騒ぎになって50何人入ったって言ってたね、はいはい、あのちっちゃい器にな、はい、で俺が行った時もこの前54人だった。おお、すごい。で名古屋の大須も大体60人がマックスなんやけど、はい、俺が言ったらまだ60人入ってる。あ、すごいじゃん。全部じゃあパンパンで。そうだな、焼津も120人入ってたしな、うん、はいはい、で、南蔵院、福岡も150人だよ。すごい。だからね、ちょっと山口県の周南市が心配やけどね、うん、10月13日の。その150人に対して階段離す時ってどこ見るんですか、うん、あ、全部150人見るんですか、ちゃんと。一番後ろ見るよ。一番後ろ見て、一番後ろの人にボール投げるように喋るよ。あ、でこっちに投げて、こっちに投げてて、はいはい、後ろ投げていって、それをこう引っ張っていくような、ね、そうすると、まあ、都市伝説とか階段は届くよね、はい、いや、だからね、あの名古屋で俺ね、階段王のチケット350枚売れって言われた時に、はい、売れるかなって正直思ったよ、はい、で、まあ、今年の春からずっと準備してきたやん。そうです ね、 ね、売れたね。売れましたね。今日完売、先で分かりない。ああ、今日ですか。350枚完売。もう昨日、一昨日で320だったじゃないですか。今日で30売れたんですか、もう。そう、あの、昨日の夜でさらに10枚売れて。すごい。で、もう今日で、さっきね、もうほぼほぼ完売で、はい、もう招待券出せまへんでと。で、ちょっと俺はね、悪いけど、まあ、身内と、はい、で2枚ぐらい押さえてもらったんやけど、はい、もう一切受け付けませんと。2枚だけ。でもどないしようかって、うん、当日券人が押し寄せそうかやから、あ、パイプ椅子で20枚か30枚出すかっていう話になってるんやけど、はい、まあどこまでいけるかな。そうですね。どれこれライブの磁力がついてきたよ。300がすごいですね。うん、名古屋で4000円やね、チケット安い。名古屋はもう集まらないですよ。え、そうなの。名古屋は全然っすよ。いや、渋いよ、名古屋の人は。使う時パート使うけどな、ね、
ちゃんとやりますからね。渋谷の時渋谷から全然もう僕らもイベントやらせてもらいましたけど、大阪もすぐ集まったんですよ50、名古屋はねちょっと難しかった。へえ、だいぶ告知してやっと集まった感じです。そう、ね、名古屋は集まらなかったですね。へえ、うん、すぐには難しかったです。大体稲川さんが東京でやって400人っていうのが、まあ上限やな。はいはい、まあ、東京で400っていうのは大体業界のまあリミットかなって話だね。まあ確かに。で今回名古屋で350ってありえんだろうっていう感じで、ね、いやすごいっすね。だから東京を関東でやるときに、うん、まあ、東京で階段をでやるときにな、まあ、東京ちょっと行ってみたい、うん、ね、何を競うんやろ東京たけしさんが今チャンピオンですか。そうでしょうね。東京まあまあそうでしょうね。下町を戦い足立区代表のもう江戸川区は黙っとらんぞ。東京みたいな、面白いですよね。見たい見たい。いやだからやっぱり何本仕掛けられるからね、来年は東京のイベントでな、やっぱり 400-500 集めたいなっていう。400すごいっすね。いやちょっと変えていかないといいじゃないですか。山口敏太郎独演会東京ドームやりましょう。いい、ね、はいはい、もうそんなどっかの教祖さんみたいな、まあ、ありましたけど、ね、誕生日会みたいな、やろやろ、5万5000っすよ300上がりすぎじゃないですか、ね、5万5000っすよ、350から5万5000、うん、5万5000っすよ。いや、やりいいよ、うん、それぐらい。いやでもね、前から俺言うてんねんけど1000人集めなあかんよ、ほんまの怪談ブームとかオカルトブームは。人が1000人来るようなイベントせなあかんから、だからまあまあちょっと福岡とか名古屋とかフェスの話が来てるからさ、うん、フェス不思議フェスみたいな感じで来て、うんうんうん、来てるから、いいですね、で八王子も今度またやるかもしれないからさ。すごい。だからねちょっとねやっぱりね、ライブオカルトライブで楽しもうっていう動きが出てきたな、うん、これは、ね、ええことちゃう。いいことですね。そんなオカルトライブブームを牽引するゲストが来ていただいております。牽引しとんやな、すごい、はい、この方初登場でございます、タートルカンパニー所属の、吉野ゆめろさんです。やっぱりよろしくお願いします。どうも出たことなかった。そうなんですよ、前から一リスナーでずっと聞いてたんですけども、うん、はいはい、そこでこの出させていただけるので本当にもうありがたいです、うん、おいや出とったらどう思っとったんやけど。あ、そうなんですか。いや俺がそのゆめろが所属やって聞いて、うん、出しましょうよ出しましょうよって社長に言ってたら、うん、その都度いやまだ早いって言ってた。あ、そうだったっけ。何が早いか全然。約1年ぐらい前の放送で僕の話題出していたんで、うん、あ、そうそうそう、ね、いつ呼ばれるんだろうっていうのをドキドキしながら1年ぐらい経ってた。その今その間に馬金は何度も出てる。どうです馬金さん、勝手に来るから。無理やりやん、勝手に来るから勝手に来て出るんですよね。あ、収録日をね、俺が LINE でつぶやくとそれを嗅ぎつけてくるから。そうなんです。ブルーンってくるから、ファンですからね。なるほど、彼は勝手に来ちゃえばよかったんですね。あ、確かに。そうだって、まあ、勝手に来ちゃったらまあ出るかみたいなことになるから、うん、あ、なるほど、うん、さあ、で、ゆめろうさんですけども、はい、ゆめろうさんはまず何する人なの。タートルカンパニーではってことですかね。タートルカンパニー、あ、込みでもいいよ。あ、もともとまあ、うん、フリーのイラストレーターをずっとやっておりまして、うん、絵描きさんで、ここにいる頃から仕事をちょっとし始めていて、それからずっとやってるんですよ。はあ、はあ、これ絵描き歴がもう21年ぐらい。わあ、すごい。すごいっすね。で、まあ、ずっとそれやってきて、うん、あのちっちゃい頃からの、まあ、ちょっと不思議な体験とかがあったので、うんうん、まあ、それちょっと話すような機会はあったんですけども、階段というほどじゃなかったんですけどね、うん、で、まあ、ちょっとテレビに呼ばれるような機会があったりしまして、うん、でその後あのピンタロ先生のオカルト男塾に赴いてみたら、はい、その時にちょっと自分の話をしてみたらちょっと気に入っていただけて、面白いねとか言ったら、はい、でなんか録音とかもしていただけて、へえ、次の終わった時に、ね、はい、所属を、向いてるからね、はい、パワーストーンとかね、うん、その霊体妖怪に石をもらったもんね。そうなんです。妖怪に石もらったんやって。ああ。だそうオカルト関係の経験をもとに興味持ってよ。興味。何が。いや妖怪に石持ってんやぞ。マスターオブセレモニーや。マスターオブセレモニー。内容は気味ない。続けるんかい。続けるんかい。じゃ興味を持ってオカルトの、お話をする人でのかな、うん、そのタートルでは。まあそうですね。うん、はい。喋り手みたいな。そうですね、まあ、オカルトーカーズというイベントをやらせていただいて、オカルトーカーズ、はい、まあ、都市伝説テラーとかオカルトテラーって感じだな。そうですね、
一応怪談王とかも出させてはいただいたんですが、怪談、まあ、怪談、え、怪談王、いや、あ、そうね、まあ最下位だったんですけど、最下位、最下位めっちゃかっこ悪かったな、かっこ悪かったですね、もう本当に、まあ、いいことじゃないですか、もう人に言えるし最下位でしたって、まあそうネタになったから面白いですよね、うん、関東で一番下ですって言えるからそう、それいいじゃないですか、いやもうね、本当にもうネタにするしかない、ネタできるから怖かったですよ、もう本当に、なんかあ、メンツがね、メンツがね、いや、メンツも怖かったんですけど、いや雰囲気が最初まずピンタロ先生が一番最初あの くじで決めたじゃないですか、はいはい、手順をね、はい、でこれ一番最初引いたやつはもう運が悪いな、これもうダメだみたいなことを先生おっしゃってて、はいはい、いやそうだよ、コンテストと、まあ、コンテストで引いてみたら1って書いてあって、うわーってなって、いやでもね、途中から出てもイメロのネタは整理されてなかったから、まあまあそれでもダメでしたけど、でも一番ドキッとしたのは一番最初に話を終えて、で楽屋狭いから外に出るじゃないですか、で外で、でもしばらく話して、その後だって10人話してあって、でちょっと呼ばれて下に降りるとかあるじゃないですか、うん、はしごで、うん、降りてる最中に、うん、南部さんだったかな、なんかの最下位から発表すんのこれみたいなことを言ってて、ああそうおっしゃってて、はいはい、で吉野ゆめろって階段から降りてる最中に聞こえてきて、はい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 、その瞬間もうドキッとしました、うわ最下位か、最下位、いや、まあ、恥ずかしかった、いや練習せなあかんわ、いやレベルがだから相対的に高かったので、そうそうそう、いやでも、ね、あれでやっぱ階段王のガチ感が、はい、あの庄司さんが主催のタートルカンパニー全滅で、はい、で大阪の関西大会アワーズが主催でやってるのアワーズのエースの竹内さんが予選敗退、うん、いかにガチでやってるかって分かんない、ね、うん、どこの芸能プロの大幕も踏んでないからね、うん、そこら辺はフェアですよ、うん、だからフェアだってことは逆にもうこれ以上下はないんだから、うん、だからもう開き直ってやるしかないんだから、でも、うん、社内コンペでは君より下のがいたわけだから、そうですよね、そうですね、ね、マロさんとか、うん、よかったね中澤君とか、うん、まあまあ、いやでもみんな頑張って、その階段、うん、階段を語ろうっていう人が増えるのはいいですね、いいことですもんね、うん、まあ夢の場合は階段というか不思議な話やな、うん、まあ、そうですね、うん、あんまり僕あのお化け怖いと思ってほしくないっていう思いが根底にあって、うんうんうん、だからなんかこう、はい、まあ、階段って結構自由なのかもしれないんですけど、うん、基本的には怖がらせて楽しませてって感じじゃないですか、まあ そうですね、うん、そのスタンスがやっぱりちょっと合わないかなと思っちゃってますね、正直だと。まあ和芸だからね、そうですね、うん、だからオカルトークアーツでバラエティ形式で自分の不思議な話とか考察を話すのはなんか何の緊張もなくベラベラ話せちゃうんですよ、うんうん、オカルトークアーツは、はい、まあ保坂君と中澤君だってるけど、あれは誰が言い出しっぺ、僕ですね、これやろうよと、うん、はい、でオカルトーカーズっていうタイトルはなかなかよくできてるタイトルなんだけど、うん、ああ、どうもです、あれはサイゼリアで僕も構いました、サイゼリアで、はい、中澤サイゼリア好きやな、いや好きですよ、保坂も、うん、まずサイゼリア探しますからね、あ、まず、まず、安いからどっか行こうってなったらサイゼリアないないって結構稼いでるんじゃないの中澤先生、いやそれ持ってますけど、やっぱずっと使ってない時代が長かったから、うん、あの使い出すと途端になくなるんじゃないかって不安があるみたいで、だからもう金はもう節制してっていう感じです、だからうちに来て金一番持ってるのに菓子全部食って帰りますもん、菓子を食って全部食ってこれ持って帰っていいですよって言ったらもう全部持って、ありがとうございますって全部持って帰りますから、マジか、あ、そうなの、面白いですよ、だから餌付けしてるみたいで先生を餌付けしてるみたいで、なるほどね、わかるわね、ね、うん、まあ、そんな夢郎さんですけど、はい、詳しくお話をね、はい、これからじゃあ聞いていきましょうかね、よろしくお願いします、はい、この番組は21世紀のカルチャーや民族学をオカルティックにと解釈していく傍ら、タートルカンパニー所属の面々が自由気ままにトークするラジオ番組です。なおこの番組はラジオサンキュー、 FM ビザン、 FM ワッチ、八王子 FM、 ラジオ成田、他 YouTube、 iTunes ストアなどで放送しています。過去の放送はそちらでご視聴いただけます。お便りアドレスは nippondaisuki2005@yahoo.co.jp、 日本大好き2005 yahoo.co.jp まで採用された方にはステッカー差し上げますということで、よろしくお願いします。お願いします。山口敏太郎の日本大好き、僕は毎月毎月月末になると中澤君の貯金の金額が気になって仕方ないんですけど、それを言うたびに南北に怒られます。長いわ皆さんこんにちは、山口敏太郎です。弊社が運営するオカルトニュースアトラス、
世界の UFO、ユーマン、心霊事件、都市伝説、陰謀、ありとあらゆるとんでも情報、不思議情報を網羅しております。毎日10件以上のニュースが更新されています。ぜひともこのニュースサイトアトラスを検索し、毎日読んでください。山口敏太郎です。山口敏太郎のサイバーアトランティア、大変好評を得ております。3億円事件やグリコ森永事件の闇、オウム事件の真相、山の民参加、海の民の秘密、さらに霊がいるとしか思えない心霊事件、また数々の霊能者の姑息なトリック、日本政府がひた隠しに隠す UFO 事件の真相、陰謀、暴虐、事件、UFO、軍事、都市伝説、心霊、呪い、ユーマ、宇宙人、すべての謎を網羅する山口敏太郎のメルマガ、サイバーアトランティアをぜひお読みください。毎週火曜深夜発売です。メールマガジン、フーミー、メールマガジン、フーミーで、山口敏太郎のサイバーアトランティアを検索してください。肩こり、腰痛、膝、首の痛み、体の不調は新橋のゴッドハンド新運動グループへお越しください。ニュー新橋ビル3階、健康プラザ新運へどうぞ。電話番号 03-3597-8755、 営業時間は10時30分から23時まで。新リンパマッサージがおすすめです。はい。ということで、夢郎さん、そういうのに、なんか持ってる、音鳴らせそう。音鳴らしてみたい。シンギングボールという。おー、はいはいはい。して何使うんですか？そうめんとか入れるやつや。そうめん入れないです、ね。美味しそう。ちょっと作ってきて。絶対うまいよな。いいですよ。そこにあるぞ。そこに麺が。あ、本当だ。そうめんある。本当にある。ほんまにそうめんがある。本当だ。いつなんですか？これも。いや、賞味期限が切れてるっていう山口敏太郎事務所あるあるはいらない。これはありがたい。本出すときに1ページ目のやつ。そうそうそう。あれはあるの。何なのよ。これ僕あの健康のためにしてた。おー、健康に。ご飯を？まあ、実際ね、あの、楽器的なもの、うんうん、まあ、仏教とかでも使われてるものなんですが、ちょっと鳴らしますね。はい。はい、おー。まあ、よくはカレーの音。女屋感。すごい。ものすごい震えてますよね、でもこれ。めっちゃ震え。すごい震えてますよ、ちょっと見ると。浄化すごいんですよ、これ。じゃあ、めっちゃ続いてるわ。ね。これ空気が浄化されるよな。そうなんですよ。浄化するために使われるんですが。空気が浄化。うん。これはあの、体に寝る前に置いて、あの、胸骨の上とかお腹の上とかに。で、これを鳴らして。直接置いて。そうです。鳴らす。で、この根拠っていうのが実は猫にありまして。猫？はい。猫ってあの、ゴロゴロを鳴らすじゃないですか。ゴロゴロ鳴らすやつ。あれ、100年前ぐらいに、この音なんだろうって研究してみたら、その、ゴロゴロってあの音によって実は細胞の修復が早まってるってことが判明したんです、ね、でそれを振動療法というまあ分野が作られて、うん、震わせてね、はい、まあ、特定のその振動数で、まあ、あの骨折とかの治りが早くなるってことで、まあ、これも本当オカルトでもというよりかはもう本当に医療の分野で普通にメニューにあるんですよ、うんうん、でスポーツ選手とかが結構それを利用されてまして、うん、まあ、そのちょっと仲間というか感じに、おにぎりむしゃむしゃ食うなお前は。人が振動療法言ってる時にも全然興味ないじゃん。ものすごい肉が詰まってるであろう。もう落ちたやつ、落ちたやつ食べられたりするよ。ない。え？な、はい、器ないけどさ、ええ、俺これ終わったらすぐ飛び出してライブ行かないから、ね、あ、なるほどなるほど、今の時間ケツがねあるから忙しい、僕が来てるからそうなのかな、だから今の時間にご飯食べとこうと思われたってことですよね。あ、そうです、イメロの話はもう聞き飽きた、先生に何回もしちゃってよう聞いてるからね。まあでもこれが健康に効くと。そうなんですよ、うん、基本ユメロと俺は仲良いし、うん、そうですよね、あのよくこういう話もして、うん、俺もやってもらったもんな、ええ、あ、胸の上に置いて、お、聞いたよ、どうでした、なんか再生した気がした。適当なこと言うな。再生した気がした。再生した気がする。俺の弱ってる胃とか、あ、はい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 、肝臓とか、傷んだ血管が修復されるような気がした。そう、あの内臓とかにもすごく良くて、血行も促進しますし、あと内臓に溜まった良くないそのガスとかも、この振動によって外に出すとか。
アプトロニックとは違うんですよ、これ。アプトロニックとは違う。全然ちゃうやろ。全然ちゃうわ。という。ドアナログやこれでしょ。でも、確かにちょっとすごい遠い親戚かもしれない、ね。そうでしょ。すごい遠いね。動かすのと、あんな。なんかアプトロニック、羊らしいよ、みたいなとこあるかもしれない、もしかしたら。マジで、まあ、日宇同窓論みたいですね。ああ、そうでしょうね。実は。でもあるで、振動ってやっぱ関係あると思う。やっぱ振動で生物できてるもんな、うん、そうですね、振動で、うん、振動じゃない、振動で全ての物質がやっぱり成り立っているので、うんうんうん、何かしら影響はあるはずなんですよ。では病気はさ、細胞の振動がさ、素粒子レベルで振動がおかしになってるんで、うんうん、そうですね、その振動をこれで波長で直すというそれだったら納得いくわね。そうですね、うんうん、まあ、あと1日活動して、まあ、体中 の, その振動とかもバラバラになっちゃってるのを、うん、まあ、寝るときにこれを、まあ、体中に流すことによって、うん、まあ、整えてもらってるのかなと。なんか女優がポカリスエット飲むみたいなもんですか、寝る前に。まあそうですね、そうですよ ね,、はい、ですね、一緒ですよね。大天だ、いや大天でしょ、大天だ、一日の疲れをポカリスエットで流すって言ってましたよ、ある女優が。1リットルのセットか、そんな飲むの。1リットル飲む、あの寝るときにすぐ汗とかいろんなものが出るから、まずポカリスエットを飲むっていう。糖分的にやばいんでしょ。どうなんでしょうね。でも飲む、なんか言いますよね。言いますね、うん、あ、ステビアか。あの、いやいや、ポカリスエットの方がいいです。ポカリスエットステビアじゃなくて、ステビアじゃなくて飲むらしいですよ。 OS1 なら分かるけどな。OS1 はあれはだから熱中症でやってもらった時に飲むやつ。ね、そう、あれ予防で飲むやつちゃうから、やばいと思ったらもう終わりってね。そうそう。なんで所さんのものやってるからだって。やってるけど、やってるから、やってるけど不意に戻る。そうそう、寝る前にマルチビタミンとか飲みますか。マルチビタミンは納得するな。夜中に飲むのがいいんですよ。なんか紫外線とか集めちゃうらしいんですよ、絶対。今スナットやで。スナット、あの酢を入れた納豆をこう寝てな、ほうほう、で20秒間ぐらい置いといて、くっさそう、でその臭い酸っぱいのをバーッと食べるわけよ、そうすると体の中に溜まって、血管の中に溜まった老廃物をみんな溶かしてくれるんだよ。それ誰かが言ってるやつなんですか。テレビでやってる、メインの太鼓判見た。あそこでやってたわ。へえ、これ食べると絶対ええで。両方とも血をサラサラにするって言われて、うん、まあ、それ組み合わせた感じですよ、ね、結構いいんですよ、スナットもね。神さんに食わしたら神さんがうえーとか言ってた。あ、でも美味しくはないですね。いや、俺はうまいと思う。なんか癖になりそうな、なんか気はする。意外と合うんよ、スナット、うん、あと飲む酢も最近飲んでる。あ、はいはいはい、はい、それ僕も大好きです。もう飲む酢も面白い、血管が柔らかくなる、ね、いや、全然わかんないですね、酢は。酢はいいわ。バナナ黒酢とか美味しいですよね。あ、あとあのこれぐらいのパックで黒酢売ってるやん。あ、売ってますね、黒いやつですよね、あれもいいよ。あれも時々飲んだりするよ、俺酢が足らないなって。へえ、もう夢の子、俺の健康オタク仲間なんですよ、ね、はいはいはい、そういうだから一面もあって、はい、健康も大好きですね、料理とかも自分で。そうですよね、料理はすごいですよね、はい、ちょっとだから不思議な感じなんですよね、うん、中性的。そう、中性的な女性、ね、なんか男性というより女性に近いですよね、女性の方が近いですよね。なんかこの前あのね、超能力、徳島の超能力少年の春彦が事務所に遊びに来てて、はいはい、会いたいですってイメロが来て、はい、で、あの、で、このお兄ちゃんはあれやでって、俺と仲いいやでって言ったら、うん、えお兄ちゃんとか、ね、びっくりしてた、お姉ちゃんと思ったらしい、なあ、びっくりされとったな、はい、お姉さん。たまに間違われます。それ嬉しいんですか、女性と間違える。ちょっと嬉しいです。嬉しいな、嬉しいな、すごいあれ、気持ち悪いですね。ドストレート、ド直球入った今、バッサー。なんて言ったらいいかな、うん、まあでも嬉しいですよね、感覚感。中性的って言われるのは、ね、真ん中ぐらいが綺麗っていう意味ですからね。そうです、女性っぽいっていうのは、そう言い方は、ちょっと肌艶がいいし、うん、そうそう、すごい綺麗ですよね。ね、うん、そうです。胸も出てきちゃったね。ね、前触ってましたよね。そうやね、なんかちょっと夢ろうの乳触りたくなる乳な。どうでした？ちょっと柔らかいよね。ちょっと興奮した。ちょっとだけ柔らかい。さっきはね、林さんにね、スカートめくられました。そうそう、めくりました。スカートな。今日スカートです。どうなってんのかなと思ってスカートめくったんですよ。でもこれスカートって音声だけで聞いたらちょっと変な想像しちゃいますよね、女装みたいな。そうそう、これ違和感ないでしょ。いや、ちょっとそれ流行ってんの。やっぱりそれ何なの、流行ってんの、そのファッション。流行ってるか、これだからほら民族系やんか、こういう。そうです、ほら民族的。どこの国の。いや、わかんないです。民族的よ、うん、まあ、民族的、なんとなく分かる。全部あるわ、民族的。今年の夏からは何でしょう、民族的。あ、マジで。夏にちょっとハマり始めて、こういう。あ、そうなの、前までちゃうかった。前まで一回も履いたこととかなかった、あのピチピチパンツとかちゃん、買わない。ピチピチパンツは知らないですね。あれでしょ、ターミネーターみたいなやつ。ターミネーターみたいな、僕も履いてたんですか。
チェーンとかつけてたタイプじゃないの？つけてないです。え、どんな格好やったん前は？普通にデニム履いて、ちょっとあのヒップアップジーンズみたいな。いや別に普通の。あ、違うね。はい。今年からこの感じ、うん。まあまあそうですね。まあ夢のは石コレクションが死ぬほど持ってるからね。パワーストーンがね今1、2、3、4、5、6、7、8、9連のパワーストーンを。すごいな。重たくないですかこれ？左腕。手首凝るやろ。これもう絶対トリックに出てくる怪しいやつ。これ本気出すとき全部外すんですかやっぱり。ブワッ。本気出すかわかんないですけど、なんか石の効果を確かめるために取るときがあります。はいはい。つけない日はなんか違うのかなとかって。筋力のトレーニングそれは重しやない。でもたまに取ってみると左腕こんな軽かったんだ。そうなるじゃん。そうなるやん。いつもこう歩いてて手振るじゃないですか。左手だけちょっと前に出る。持ってかれるよ。重たいからね。え、重しはいつもより軽い。ああ、そういうことね。そうそうそう。そういうことですね。めっちゃでかいのね、一番これはモリオンっていう、モリオン16ミリの。でもこれ全部効果があるんですもんね、石に。そうですね、でもいろいろつけすぎててよくわかんなくなっちゃいました。どれが効いてるのかなんですよね。まあでも自分に欲しいものをちょっといろいろチョイスしたりとか、あと直感で選んだものをつけたりとかしてますね。すごいすごいよ。なんか何に効くんですか、一番その高いというか効くやつというか。高いっていうか、まあモリオンもそうですけど、あとモルダバイトですかね。モルダバイトもちょっとよく話しちゃうかな。うん、エピソードなんですが、はいはい、まあこれ霊感を高めるって昔から言われてる。太古の昔からシャーマンとかが使ってきた石で、うん、まあ、見た目そのなんだろう、ダイヤモンドとかほどめちゃくちゃ綺麗な石じゃないじゃん。そうですよね。でもすごいゴムみたいですよね、なんかね。ゴム、あの汚いゴムに似てますよね。あ、まあ、汚いゴム。あのもう似てません。汚れてな。真っ黒だ。真っ黒だ。わかりますけど、あるある汚いゴムみたいな。光とか透かすとめっちゃ綺麗なんですよ。そうなんですね。本人良かれと思ってるのに汚いゴムやろって。汚いゴム。いや、これやっぱり音声だけで聞いてる人本当に汚いものを想像してる。でも本当に汚いゴム見える。いや、そんなことない。そんなこと。パワーストーンみんな知ってるから。モルドバイトでしょ。ほったらかしたグミみたいなね。違う違う。重ねるな。最初にね、僕はあの石どうしても。ちょっとほんまにムッとしとるやん。下は面白くなるかなと思って。でも光で透かしたら綺麗なんですよね。透かしてないから綺麗だけで。今ねそれ見せたとしてもこれ伝わんないですもんね。今石コレクション何個になった？いやもう分かんないです。今年100個近く。うえ、すごい。ちょっと待てよ、今年に入ってから100個買うた石。買いすぎやろそれ。ちょっと買いすぎました。何個買うたの？200万。うえ、いやそれ使いすぎやな。今年入ってからは100万ぐらい。今年入ってからは100万ぐらい。それでもでも200万のコレクションでなかなかのもんよ。そうですかね。俺があの妖怪画とかのコレクションやってて一番使ったら年間300万使って嫁に怒られたから最近ちょっと買うのやめたんやけど、なかなかやっぱり1年間で100万使ったんやろ。すごい。でも石の世界だと大したことないですよ。もっと使う人おるけどさ。ダイヤモンドって要は石の世界の話ですからね。あれも不思議ですよね。ダイヤモンドみんなありがたがって、うん、なんか結婚とかで。山に取りに行ったら千の石を。あ、それしてみたいんですけれど、まあいろいろ難しいですよね。僕車も持ってないですし、免許すら持ってないですから。免許持ってないんや。はい。え、必要に感じたことないの？あんまりないですね。なんかリスクの方が大きいなと思ってて。でも石コレクションだったらやっぱり山に車で運転して発掘すること、誰か連れてってくれたら行きたいなぐらいですね。まあ、そういうことか。あと日本だと結構いろいろなんだろう、もう禁止されちゃってたりするんですよね、水晶取れる山とかで。ああ、怒られて入るのがね。化石とか取りに行きたいなとちょっと思ってますけど。ああ、化石、はい、でもあれやろ、今ちょうど、まあ、車の話でそうやけど、あのね、栃木の怖い話があって、書かせていただいてます、ね。もうだいぶ済んできた原稿は。あ、もうだいぶ済みました。で現地の方がすごくお優しくて、いいですね。自分の足で行けるのって結構限界があるなと思ったんですけども、現地 の送っていただいた方に会ったら、じゃあ俺が連れてってあげる。6時間ぐらいかけていろんなとこ連れてってくれて。表現がちょっと間違っちゃいました。連れてってくれまして。それ俺とかせんでええの、そこにしてくれ。俺すごいします。サインして送ったりとか、本もできたらね。隕石と、あとパワーストーン、何、何だろうか、モリオン。それ喜んでました？あ、もちろん。本当にですか？はい。あと僕のデザインしたシャツも、隕石は嬉しい。送りさせていただきます。シャツとパーカーを送りさせて。あ、それいいですね。あ、まあ、それは、それぐらいの礼儀はな。後ほどあと本を2冊ほどお送りしようかなと。いや、これでまた本がね、ちょっと谷地君の本が6万部も売れてるっていう。そうですね。ちょっと夢ローもね、ヒットを飛ばして、増刷に持ち込まなあかんわ。
売れた映画かオカルトね、うん、こ何なんこの据え置きの石はこれすごい綺麗ですよね、目みたいなのがこう、ね、くり抜かれて目がついてるチベットの、まあ、お守りとかに使われてる石なんですけど、これ仲間やね、石、うん、この子アイリンちゃんって名前アイリンあこれアイリンかアイリンちゃんテンちゃんじゃないテンちゃんどこテンちゃんはちょっと今日置いてきちゃった置いてきちゃったか、はい、あそうかテンちゃんこいつのなった仲間かそうです仲間ですアイちゃんはこれあの英語でアイアゲットって言うんです、ねうんうん、目の石アイアゲあだからアイリーンって名前うんあテンちゃんは天眼石だからテンちゃんあーあーと、まあ、そっちのソルトバートってへえ。すごい不思議ななんか持ってると何かなるとかあるんですかこれはこの石、まあ、なんかあの魔除けというか目がついてるから、うんうん、やっぱりその、うんまあ、見守ってくれるとか、うん、見張ってくれるとかあのスーパーとかに貼ってある天狗と一緒ですね天狗のなんか見てるぞ俺らはあるじゃないですかあれと一緒ってことですよねあその辺のあのね電子柱にも貼ってありますあれと一緒ってことですね、まあ、あれとまあ近しいものはありますね、はい、そういうことか天狗って言うでしょ顔が曇った全部ポップなものみたいな天狗じゃねえぞっていやあるからあれと一緒かなと思ってちょっと不思議なのがケンちゃん最初お迎えした時に、うんうん、あ僕あの天眼石ってあのブレスレットだと結構安くて3000円から5000円ぐらいで、はいはい、あのいっぱいついてるやつ持ってるんですけれども、ね、原石で1個で目玉が1つだけついてて、はいはい、天ちゃんが1万3800円だったちょっと迷ってたんですよ半年ぐらい迷ってたんです、うん、ってたんですよ、まあ、オークションに出品されてるまあまあのお値段やなで薄ピンク色の写真で掲載されてて、うんまあ、色も可愛いなと思って可愛いですねで普通にあの落札して、うん、お家に届いてからも薄ピンク色でなんかおしゃれな色だなと思ってたんですけれども、うんうんうん、3日後ぐらいの朝いきなり赤黒い色に変わっちゃってる、うん、色が変わったんですか変わっちゃってるんですよでみんな酸化したんじゃないのとかってよく言われるんですけれども、うん、酸化する石でも、うん、1、2年かかっちゃいますから、ね、じゃあ一瞬でってのおかしいですよね1日そうですよ一晩ね変わっちゃったんですよ、うん、でこのことツイッターに書いたら、うん、どなたかちょっと名前忘れちゃいましたけど、うん、あの天眼石って人を守るってこう決めると、うん、なんか気が同調して色が変わるらしいよ、うん、じゃあその夢ろう色になったってことですかそうですね、うん夢の色に染めた。染めた。はい、どうですか、まあ、じゃあ気持ち、まあ嬉しいですけど。そうですか。ああ、もうパートナーだな。まあパートナーだ。でもこれって建築物にも使われるぐらい変色しにくい石なんですよ。変色し、これしづらいの変色は。変色しづらいらしいですよ。そうか。でもこれ女性器にも見えるな。見えますね。ねまあ、確か目のね、まぶた。そもそも山口敏太郎のファンやったってことそうですね。ただめちゃくちゃファンかというとちょっと申し訳ないです。めちゃくちゃ。ああじゃあその辺後で聞いていきます、うん、山口敏太郎の日本大好き福島には UFO の形をした UFO ふれあい館という市の施設があります。阿波遍路そば美山徳島の観光名所阿波踊り会館の5階で営業中。本格的なおそばを味わえるほかそば打ち体験手打ち学校美山も大好評。そばを打ちながら友達と知り合えるそばコンも毎月開催中。電話番号は 070-5683-6052 阿波遍路そば美山に来てくださいね。作家でオカルト研究家の山口敏太郎です。みんな徳島に来たら遍路そばを買うてな。気の合う仲間とイベントを楽しむアウトドアサークルプレジャー。参加人数は男女半々で約100名。バーベキュー、ドライブ、ダーツ、テニス、ライブ、気の合う飲み会まで楽しいイベントがいろいろ。アウトドアサークルプレジャーは誰もが気軽に楽しめるサークルを目指します。入会費、年会費は不要。イベント参加費のみでご参加いただけます。一度きりの人生だからみんなで楽しみましょう。アウトドアサークルプレジャーで早速検索よ。この短い30秒でおにぎり食うなお前。もぐもぐじゃない。かっこもぐもぐじゃないです。まあ忙しいから、ね。忙しいから、忙しいね。今日もケツありますから巻いてやってますけど。六本木で買えないや。あんまり山口敏太郎のことは知らなかったけれども、そのオカルト男塾に行こうと思ったのはなんで？あのやっぱマツコの知らない世界。ああやっぱあれがすごいね。あれはすごいですよやっぱり。ああ破壊力かな。うん。うん実は僕も同じ視点を持っていて、その直前ぐらいから、半年くらい前かな、うん、僕、絵のアカウントの方で、はい、心霊動画の、うん、あのどれだけ儲かってるかっていう、うん、計算してツイッターとかしてたんですよ。
なかなかやな、それ、うん、結構その心霊動画がどんだけ儲かってるかっていう着眼点で、うん、すごくテレビでそれを切り込んでいたの、うん、いらっしゃったので、はい、うわこの人ガチだ、うん、いや昔から存在はもちろん知ってたんですよ、うん、あの、うん、超常現象バトルの、はいはい、それから山口敏太郎先生ってもう、うん、検索とかもしまくって、はいはいはい、本とかも買ってみたりして、うん、いやこれちょっとイベント行かなきゃと思って、うん、で行ってみたところなんですよね。あれはすごかったですよね、うん、知らない世界だから。僕もそのオカルト番組裏方とかやってるからその凄さが分かるんですけど、あれってやっぱやっちゃうと敵作るじゃないですか、ものすごい。だからそれをちゃんと覚悟してあそこ出てあれむちゃくちゃ喋るっていうのは、しかもむっちゃ見る番組じゃないですか人が。そうね。だから敵をすごい作るけどファンもすごい作るから、そっち取ったんだと思ってちょっと感動はしましたよね。すごいなと思って。だから元々敵が多いから増えたって大したことない、はい、元々敵が多いのが問題やねんけどな。なんかね、俺知らんやつによう恨まれんねん。あ、会ったこともないし喋ったこともないのに一方的に恨んでるとかね、うん、どっかのなんとか出版社の何々さんが嫌ってるとかね、はいはい、いや俺その人に会ったことないよ、うん、そういうのも多いからもうええわと思って、うん、で 恨んだり敵視するんだったらカンマンは勝手にやっとけって言うんですね、はいはい、それよりかは自分の考えてることを出さないかん、うんうん、確かに。 でやっぱりこう軌道修正させないかんでしょ、うん、オカルト界はね、うん、で軌道修正させたっていうか、ね、うん、でその後本も出されてるんですよ、超常現象の作り方。あ、で会議派がものすごい嫌がらせをしてきて、はい、会議派が俺があれやっちゃうと会議派の存在価値がなくなるからね。まあまあ確かに、うん、だから会議派が俺を否定し始めてるよ、うん、普通本来会議派だったらもっと戦うべきインチキ霊能者とかいっぱいおるやん、ね、中立どれだって話ですしね、うん、そこに行かんと俺に行くってことは、うん、結局は売名行為やと、うん、結局は有名なやつを叩いて自分がさらに上に行きたいだけのことだと、うん、だから間違ってるのが多いね。まあね。まあでもそんなビンタロウを見て、まあじゃあ意気、ね、統合してうち入らへんかって言って先生に言って、うんうん、で所属した、はい。だからね、ルックスがエコー入れなあかん。確かに。顔は綺麗です。ものすごい、うん。ありがとうございます。だからね、あの気楽堂とか馬琴とか、うんうん、単なるおっさんがいっぱいおるやろ、うん、おっさんの中でも汚い部類ですもんね。汚い、うん、綺麗なおっさんではないよ。綺麗なおっさんではないですよね。汚いなって思います。今気楽堂は傷ついたぞ。気楽堂はだって汚いだしあれも自分で綺麗と思ってないし。今気楽堂は傷ついた。美男子だと思ってない。美男子じゃないです絶対に。あれはあかん、うん、もうあの人はいじったらあかん。サングラスかけたらあのマトリックスのモーフィアスみたいな。モーフィアスみたいやけど、うん、いますけどね。ものすごくよく言えば、よく言えばですよ。ですけどね。うん、でオカルトーカーズっていうのをやってるんでしょ。はい。それがさっきも出ましたけど、はい、メンバーが、うん、中澤武さん、中澤さん、はい、穂積明之さん、補佐官、はい、で夢の、はい、夢のさん3人で、ね、やっていただきます。あれ早瀬康弘がしかもそのなんか3人でやるぞっていうか、うん、そのオカルトーカーズっていうのやりたいんですって最終夢のさんが言い出した時に僕いたんですよ。じゃあこれでみんなでやりましょうって盛り上がってて、うん、でオカルトーカーズやりますって見たらポスター見たら3人の名前だけで俺はっかりいやあのえそれどういうこと。いやあれあれだったんですよ完全に。ちょっと待ってくださいおかしくない、ま、むちゃくちゃやなと思って。いやこれはちょっと経緯がありまして何まずオカルトーカーズっていうのは、まあ、あれですよ、あのサイゼリアでたまたまなんか僕らオカルトの話してて、うん、普通に話オカルト話してたんですけど、うん、これこのまま放送したっても面白いよね、うん、絶対っていう話になって、うん、その時は林さんはいたの。いました、いたよね。で4人でやってた、うん、がっつりいましたよ、がっつり。なんかとそれに加えてなんか階段っていう名称を別の名称にしてもっと自由度を上げたようななんか名称があったらオカルト便利だよねってとこで僕はちょっとオカルトーカーズとかいいんじゃないみたいなこと話したんですよ。なんかあの頻度になったタイトルあるの。いえ普通にオカルトークだ。オカルトークっていうのはたまにあなんか聞くじゃないですか、うん、オカルトークに喋る人だからトーカーズつけてでつけたらなんか自由度が上がっていいんじゃないかなって思ってその時話してたんですが、うんうん、キャッチーなタイトルだ。そうですよね、すごい。その2週間後かな、うん、まあ、そのさらに2週間後のイベントで、うんうん、怪談魔界検証というイベントをやらせていただいてたんですけれども、はい、うん、鈴木かなでさんとか、うん、あと相上ちゃんだったかな、うんうん、なんか出る予定あったのが出れなくなって、はいはい、僕しか出れないっていう状況になっちゃったんですね、うん、でその状況で、お呼びがかかったのが中澤武先生と穂積明之さんだったんですね、うんうん、でも僕と中澤先生と穂積君で、うん、怪談イベントってなんか変じゃん
って感じになって、うんうんうん、なんか一緒な感じじゃないですか、ジャンルがね違うから。それもありますし、なんか思いっきり怪談師っていう人は、まあまあまあ一人も出てない、怖がらすなんかそれで怪談イベントってなんか変だなと思って、うんうん、ちょっとオカルトーカーズって話し合ってたから、うん、それにしちゃいましょうかって話になって、うんうん、まあその3人で始まったんです。ほう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 。なので早瀬さんに最初お話が行かなかったのと、あと僕の中でやっぱタートルカンパニーの、その時に早瀬さんにも連絡しようよって、はい、ね、中澤か誰か、ね、そのオカルトーカーズではなかったんですかね、うん、僕がそのイヤーはつかない、いやそうなんだ、アウトオブオカルトーカーズ、そうです、ね、オカルトーカーズにしちゃおうよって時に、うん、その3人の頭に早瀬康弘は浮かばなかった、うん、でものすごいそれいいですねって言った方があるんですけどねオカルトーカーズ、いやそれものすごいいいですよそのタイトル、すげえプッシュしてめちゃめちゃいいですよそれ、持ち上げて、ちょっと待って、早瀬も加えて、はい、オカルトーカーズの3人に早瀬も加えて、はい、ザマがどっかに取材に行かなかったっけ、行きました行きました、あその時に出たのがオカルトーカーズ、それだったんですよ、だからその一緒に取材にも行ったんですか、ちゃんと取材もしてる、取材仲間だったんですよ、で、うん、その取材でした話をメインでしましょうってなってて、うん、俺なしで、はいはい、あメインじゃなかったんですか、あメインじゃなかった話の一つ、すごいだからなんだろうなって思ってましたけどすいません、あのだって僕まだタートルカンパニーに入ってまだ1年経ってないんですよ僕、うん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 、そんなペーペーの僕がイベントまでやらせていただいて、うんうん、でしかもタートルカンパニーの1軍じゃないですか林さん、じゃあ中澤さんと大阪さんは1軍じゃない、いやそれは2軍3軍、まあ、僕の意思決定したわけじゃないですか、中澤さんはだってもうすぐ夢論 が逃げられへんようになってるぞ成り行きでその3人の、うん、成り行きでその魔界転生の代わりでオカルトーカーズになった、これはええやんか、でオカルトーカーズって何回もやってるでしょ、もう次5回目5回目でしょ、はい、1回目は成り行きでそれやったからええよ、うん、はい、2回目のオカルトーカーズはなんで林康弘はそこの場にいたのに、いやなんかもうお忙しい人だなって、じゃあ中田さんは忙しくないってこと、いやほらほらほら、2回目だって中田先生実際出れなかったです、あそうなんですか、あの奏静鈴木奏でさんに出ていた、奏静鈴木奏でさんに、代わりに早瀬が出るんじゃなくて、うん、奏ちゃんが出たの、奏でさんは忙しくないからっていう、いやいやそれだけじゃないんですよ誰でもいいのそれは、いやだって僕その時点で早瀬さんと会話したらまだ2回目ぐらい、あんまり仲良く知られない人だった、仲良くしたこれからしたいなっていう、これからしたいなってだオカルトーカーズを深めていきたいなっていうんじゃない、うん、そうです、もう夢の保坂のせいにしとけ保坂が早瀬外そうぜって、いや保坂さんものすごく仲いいですよ今、あそうなんだ、あのおすすめのラジオを紹介されたとかしてますよ今、あそうなんだ、すごいいい人ですよ、あ、うん、そうか、まあじゃあしゃあないな、うん、じゃあ3人ともなんとなく早瀬さんを入れないというか、そうですよね、別に入れる入れない関係もう考えてなかったぐらいの勢い、うん、そうですね、あいつめんどくさいから外しとこうぜっていうのが知らないうちに頭の中にあって、みんな共通の意識として、意外同窓会でかぶられるわ、そうですよ、もうオカルトーカーズにはぶられるわ6年行った小学校で同窓会で一言も喋んなかったんだから俺、でも参加して2次会も参加して喋んなかったんですよ、それと一緒ですわ、なんで参加あると思って何もなかった、罰金には俺は言われないわ、そうですよ、罰金には俺言われなくて、みんな地元の話して、ちょっと傷つくな、うん、本当ですよ、早瀬は気づいてるらしい、嫌なことばっかり本当に、いやオカルトーカーズ次回ちょっと早瀬を読まなきゃいけないよ、いやもちろんあの出ていただけるんであれば本当に、あちょっと恐れ多いってことか、そうなんですよ、そんなことない、あいや分かる分かる、壁はちょっとあるよね早瀬康弘、超大先輩です、大先輩じゃないです、壁中澤大先輩じゃないの、いや中澤先生はだって最初からデフォルトで一緒に、うん、後輩だから、いやえ後輩なんでそう話しちゃうんですか確かに年齢が僕が一番上なんですけど、そうですよね、うん、うん、そうだな、オカルトでやっぱりお笑いもされてて、してないですよ僕は、 あとそれとイベントもかぶってる日多いですよね、そうですよね、そうですよ、あ同じ日にやるから、うん、っていうのもありましたよ、ゴールデン街劇場ね、でもオカルトーカーズさ、俺あのあれやね、事務所の中で、はい、嫁はんとか、あのな沢口とかにな、はい、これどうなの大丈夫だと思うのって言ったら、俺はちょっとやばいかもしれないねって言ってたんだよ、そしたらもうわらかいより入ってたもんな、うん、この前同じぐらい入ってましたね、それはないんじゃないですか、わらかいだって僕見た時満席に、いや結局有料入場数が勝ってる、この間の時がそう、あ前回か、前回僕行ってなかった、だから補佐官とかね、お客さん持ってんの、そう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 、補佐官集める、すごい今いいんですよ、なんかね、中澤のお客にダイレクトメールを送って、うん、自分の名前ね、うん、って言うとなって
で結構中澤が怒ってたって。僕らのイベントだと笑いが一番ね集客できないんですよね。あ、そうなんだ。他はね、他はもうすぐ入るんですけど、笑いだけね。それは南部と森田の責任かもしれない。笑いだけ入るんですよ、ね。いや、俺は関係ない。俺は関係ない。笑い難しいですよ、ね。俺別に笑いは出てない。出てるだろうがメインで。俺関係ない。一番仕切ってるくせに。全く関係ない。え、なんなんだろうね、ロフトの来るお客が笑いに来ないというのは。どうなんすかね、うん、いや、文化人とロフトが相性いいじゃないですか。その辺じゃないですか。ああ、都市ボーイズは文化人。いや、うん、そういう感じもないですけど、ね、そういうのはないと。そういうのは見てないですね。ただただ、うん、その、うん、南部さんと森田のことは嫌いなんかなっていうぐらいですけどね。いや、俺は、うん、あの別にええねんけど、うん、森田くんがあれやから結局森田のせいや。あいつがもうやめよ、そんななすりつき合いは。そうですね、森田さんってなんかちょっと嫌われてますよね。いやいや、嫌われてはないけどね、うん、中澤先生とかめっちゃ嫌ってて、ね、おいおい、それリアルなリアクションやで。いや、全然普通にラジオで話してたので、うん、まあいいのかな。そうですね、会ってないのにね、うん、あんまりね。あんなケーキ作りやってる嫌われてるやついないですよね、探しても。めちゃくちゃモテる要素しかないんですよ、ね、都内のええとこで、お、 そこそこのとこ住んでるし、そうですよ、金あるし、うん、ケーキ作れるし、料理もすごいですし、そう、周り女の子ばっかりのとこで働いてて、ただ嫌われてるっていうだけ でも朝も走ってるし、フットサルもやってるし、そうそうそう、スポーツマンやし、顔も別に、ね、悪くないし、顔も悪くないし、うん、バカでもないですし、うん、頭いいですし、口が悪いだけだよな。口も普段、口も別に普段悪くない、別に素直でいい子なんです。芸人としてのじゃああれか、魅力のなさか。いや、でも漫才のベースしっかりしてますし。何が原因なの？だからないんすよ、うん、あら、なんで人気がバーッとブレイクするの？面白みがないんでしょうね、人に。え、そのトークの面白み、いや、わかんないです、それなんでなのかわかんないですけど、うん、うん、なんでしょうね。僕も最初お会いしたっていうか、うんうん、直接話してはないんですけども、あの、はいはい、タートルカンパニーの春のパーティーの時、うん、ちょっと喋らせていただいて、はい、その後、森田さん、はい、うん、夢郎ってやつひどいなみたいなこと言ってて、ちょっとカチンときちゃいました。ああ、そういうとこですよね。じゃあね、別になんかこれ面白くないし、カチンときただけだな。え、何を指して面白くない？いや、なんか普通に話したやりとりじゃないですか。あ、もうちょっとよくわかんないですけど。逆に夢郎はタートルカンパニーで誰か好きな人いる？好きな人、うん、好きっていうか、みんな好きですよ。みんな好きだけど、林さん呼ばないと怒ったもん。いや、それだ。いや、林さんのことめっちゃ好きですよ。いやいやいや、夢にもこの間出てきて。あ、見たいですね、うん、夢に出てきて、はい、あの、うん、僕なんか夢の中で残業して終電なくなっちゃって、はい、外に出たら林さんがいて、はい、あ、知ってる、なんかいい満喫があるからって言って連れてってくれて、はい、そこで一緒にラーメン食べて、はい、夢の中でまた寝ちゃったんですよ、はいはい、マンボウね。で、え、マンボウって何？マンボウって満喫があるんですよ、いいところ。マンボウね。そこに連れてってくれた。はい、多分マンボウだと思います。で、起きたらハイジさん、どこでもええわ、ハイジさんいなくなってて、僕の分のラーメンも、うん、そこの満喫代も全部払って出てってくれてたんですよ、夢の、はいはい、男前やな。男前です。全然大丈夫ですよ。それだけの、それだけの、それだけの、それだけの。え、仲ええか。なんだ、でも話すごい合うと思って。そうですよ、すごい面白いし、うん、そうだな。だからオカルトの話を延々とできる。だからなんかお札持ってったりするやん、この人も。そうですね、僕もお札好きです。なんかお面とか今日もいっぱいあるから、うん、収集仲間ではありますよね、たくさんいろんなものを収集するのは。そうそうそう。ああ、いやいや、いいんじゃないですか、うん、はいはいはい。もう次エンディングいきます。エンディング、はい、了解です。早いですね。山口倫太郎の日本大好き、一つ言っていいですか、一つ言っていいですかって前置きやめてくれませんか。山口倫太郎です。タートルカンパニーの公式ファンクラブができました。その名は空神。空に神様と書いて空神と読みます。これはですね、天狗という意味で、山口倫太郎タートルカンパニーが空に高く舞い上がるという意味を込めております。加入すると、なんと弊社主催ライブが全て500円割引、さらに年に1回開催されるタートルカンパニーの春のパーティーに参加する権利をもらえます。皆さん、ぜひともタートルカンパニー公式ファンクラブ空神にご加入ください。検索すれば空神サイトは出てきます。さあ、一緒に空を飛んでみませんか。山口倫太郎です。山口倫太郎タートルカンパニーの動画サイトがオープンしております。さまざまなコメントや様々な活動、告知を見たいならば YouTube で山口倫太郎公式チャンネルを検索願います。また
ノーカットで地方で開催されているイベント、町おこし、ライブなどを見たい方はニコニコ生放送の山口敏太郎チャンネルを会員登録願います。その地方でしか見ることができない様々なイベントやライブをノーカットで見ることが可能です。皆さん、山口敏太郎 YouTube チャンネル、山口敏太郎ニコニコ生放送をよろしくお願いいたします。 iPhone 無料アプリオカルト情報満載のオカルト目次録、山口敏太郎が監修する渾身のアプリ、毎週1回更新、12万ダウンロードの人気アプリをゲットしよう。オカルト目次録で検索。あなたは信じられますか。さあ、ということでゆめろさんでね、うん、はい、お送りしておるわけです、うん、タートルカンパニーだから実際入ってみて第一印象はどうでした。結構カオスだな、いろんな人がいる、うん、そうよね。でも、うん、オカルトに染まってる事務所の割にはパワーストーンの人が一人もいなかったから、うん、ありがたい、うん、そうそうそう、担当は誰もいないよ、うん、そうですね、うん、あんまりだからどっぷりな人おらへん、いないです、ね、意外とだからなんか隙間産業的にスルッとこう入れたような感じがして、うん、ありがたい。大概誰かがやってるよな、うん、はい、夢郎が一番怪しいぐらいちゃう、そんなにですか、うん、怪しいですかね。僕結構あの根拠あるオカルトしかやってない、ね、あ、なんかオカルト理論するみたいなやってたもんね、うん、まあ、あの妖怪から石もらったのに関しては自分でも理論的にはちょっと説明できないので、まあまあまあ、でも起きたことなので一応話したい、うん、まあ、確かにそれ怪しいっちゃ怪しいかもしれないですけれど、うん、はい、うん、いや、いいと思うよ、そういう不思議な、正面切って不思議じゃないですか、うん、そうですかね、うんうん、まあ幽体離脱して空飛ぶぐらいだからな、まあ、そうですね、対外離脱とかも好きなんで、対外離脱とかも好きなんで、はい、あ、瞑想とか昔からしていて、瞑想してんの、はい、中学ぐらいから、でもやばい、これ話しちゃうと長くなっちゃうから、またの機会にしようか、うん、オカルトーカーオカルトーカー本当止まらなくなっちゃうんですよ。オカルトーカーズみたいな手だったら、もうスタンスだったらいくらでも話せちゃう、ね、たくさん喋られるから、あ、好きなんやね、うん、止まらなくなっちゃいます、ね、そういう不思議な、はい、あ、いやいやいや、えんちゃん、山口敏太郎から見てどう育てていくの、ゆめろさん。そうやね、やっぱりスピリチュアルっていう分野の守備範囲の男の子は誰もいなかった、うん、スピリチュアル男子、そっち、うん、そっち系の分野ね、うん、で今まではだから中澤優馬とかね、うん、保坂犯罪とかねそれはしてるのもそうだし、まあ、まあそうしてるのもそうだし、実行もしてるし、そう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 、犯罪ね、はい、まあだから他に他におらんやん、他に心霊とか優馬とか宇宙人とかおるけど、ね、うん、スピリチュアル男子っていう一の一つこういうやつおらんから、あとブスだとできないじゃないですか、スピリチュアルって。なんかブサイクやったらスピリチュアル似合わんもんな、うん、似合わないです、似合わない、何言ってんだこいつってなるから、そうなんです、それは中性的で男前だからなんか合いますよね。そりゃそうやで、気楽堂がパワーストーンしてね、そうですよ、これはどうのこうの、お前がパワーストーンだろってやっぱ思っちゃうから頭がパワーストーンじゃないかって思っちゃうから、うん、だからやっぱりまあ一番向いてんのちゃうかなっていう、うん、そう思います、思うよ、ね、うん、ありがとうございます、うん、占いとかせえへん。あ、占い。占いはまあ興味はあるし、自分が占ってもらってすごく不思議な体験もしたんですが、基本的には懐疑的な目で見て。あ、そうなんや。オカルト全般僕基本的に懐疑的な目線。懐疑的な。パワーストーンとかもまるっきり信じてはない。自分で検証するために買ってるので。あ、逆にだから首突っ込んでって確かめるタイプね。そうですね、そうですね。まあ、それとさっき話し途中になっちゃったんですけど、モルダバイトっていう。モルダバイトとかも買ってみたりとか。モルダバイトの話は。途中で終わっちゃいましたね、うん、幽霊見ちゃった話とか、幽霊それをはめた時から幽霊霊力が上がっていくんですよね、いや昔からお化けとか見ることあったんですが、これはあの、はいはい、額に置いて瞑想した時にもう本当に幽霊と人間と首つつかないような なんか見えちゃったりとかしたことがあったので、あ、結構こういうことあるんだって思っちゃったり、はい、すごいね、ありがとうございますありがとうございますいえいえどういたしましょう、まあね、あの女の子のファンが多いから多いですよね、その女子のファンを増やしていって、いや人気出るますよ、男の人のファンも結構ついてくれたり、いいですね、それは。単独イベントもね、これ放送中に終わってるはずなんやけど、うん、あ、そうですね、まあ、どんどん単独イベントでファンが増えていけばね、はい、それはまた個人としてキャラが立って、はい、もうちょいキャラを作り込みしていけば、はい、テレビというのもいけると思う、うん、いや、それからパワーストーン王子でもいいと思うし、うんうん、なんかそのスピリチュアルに詳しい男子というキャラでもっと鋭角に立てていければ、
裏テレビもいけると思うね。パワーストーン最近やってないですもんね、テレビやってないね。だから全然いけると思いますけどね、綺麗やし。僕実は一番この事務所入ってやりたかったのはタレントとかじゃなくて、あのやっぱ作家側なんですよ。考察とかが得意なので本とかで、はいはい、やりたいなと思って。じゃあもう本出すからちょうどいいですね。そうなんですよ、ね、入って1年足らずで本も一応単独で、今年中にあの栃木の怖い話、ああ素晴らしい、栃木出身なのではないです。あ、じゃあないんです。仙台出身です。宮城県仙台出身なんですが、取材に行って、まあ、調べて、そうですね、本にしてっていう栃木の、はい、まあ、全国あの都道府県それぞれにスポット当てたシリーズが、まあ、あの出てまして、それの栃木を、ね、担当させていただいて、はい、今年中に発売される予定ですので、よろしくお願いします。作家としてもそうですね、デビューさせていただいてて、本当にもう感無量ですよ、本当に。いやすごいよね、そのオカルト男塾に出た時から。そうですよね、だからその時からしたらびっくりですよね、もうその後すぐ本出すってなって、ね、そうですね、本当僕もびっくりです、本当すごい、本当ありがたいです、ね、だから馬琴八八夢郎って来たからね、馬琴八八夢郎のラインか、男塾からですよね、男塾、塾生から上がった子は、うん、もう夢郎だけやな、まともなエリート生馬琴と同期ってこと、ほぼ、うん、まあ、そうですね、馬琴とお仲間やね、うん、お仲間なんですか、嫌がってるじゃないですか、嫌がってる、嫌がってますね、嫌がってる、まあ誰でも馬琴と一緒嫌ですもんね。まあでも馬琴さんとなんか前座するってなった時結構面白かった あ, ありましたね、はい、うん、なんか漫才かなんかコントするみたいなですね。そうですよね、あいつはでも超能力者やね、馬琴は、うん、そうなんですか、腐ったシュークリーム食っても死なないから、それだって昨日の話だからどうなったか分かんないってさっき言ったんで、死んでるかもしれないし死んでるかもしれないですよ、腹下してるかもしれないし、やつは大丈夫、うん、大丈夫ですか、今世が終わったかもしれないね、だって一番あれですよね、タートルカンパニーで一番怒られてる人です、来世滝沢馬琴ね、一番怒られてるけど一番折れてない人ですよね一番だって、まあ、明らかに変なこと言うじゃん、会社のグループラインでも、はい、わけわかんないことよくつぶやくじゃん、ね、会社のグループラインはわけわからんやつの方が多いけどね、あんま知らない人多いですよね、顔出てこない、よう、わけわからん。でもみんな業務報告してる中、なんか前世理論とか語り出します。ああ、そうです。長文で、うん。あれは中澤も怒ってたね。ああ、そうなんですね。あれはおかしい、うん。仕事の業務報告の場だろう、みたいな。ね。うん、あれはおかしいね。うん、もう、馬琴にも叱ったけどね。ああ、そうですね。あれはやめろ、みたいな、うん。ありました、ありました。とりあえずこんなプロジェクトあるんですけど、皆さんどうですかとかね、うん。で、僕はこんな話を聞いてきましたけど、皆さん参加しませんか、うん、そういうのだったらいいんだよ、ね。うん、僕の思う前世理論はあっておかしいよな、おかしいです、うん、まあちょっと叱りましたもんね、うんうん、じゃあ今後はどうよ、ゆめろはやっぱその物書きで、はい、物書きでやっていきたいな、そうですね、やっていきたいですね、まあでもなんかイベントとかもさせていただいて、やっぱこうやってお話しして、うんうん、みんなこうなんだろう、会場が湧くっていう楽しさもすごく知ってしまった、はいはい、ああいいですね、はい、それはもう今後もやっていきたいな、麻薬って言いますもんね、それってね、そうそうそう、よく言いますけど、舞台で喋ってダーンってなんか反応があったらそれも気持ちよすぎて麻薬と同じだっていういや、そういう人もいるから、うん、それを味わってしまったんですもんね、そう、中毒者ですよ、だから、うん、まあそれとあとオカルト関わってると、あの SNS とかメディアでも出せない情報って出てきちゃう、うん、あります、あります、まあ、そういうのも話せちゃうので、やっぱ面白いなと思ってるので、うん、イベントも入ってきたい、早瀬康弘の表に出さない話もすごいよ、うん、ああ、俺はなんぼ墓場に持っていかなあかんねんいうようなことを聞いてる、うん、そんなにたくさん、まあね、全然あかんよ、うん、聞いてあげて、またスキャンダル、いや、ここには言われへん、ここには多分言われへん、あんた口軽いっす、いや俺めっちゃ聞いてる、いや多分一番に話してるんでいやもう絶対めっちゃ聞いてて、俺時々ライブで言うてる、いやダメですダメですよ、言うじゃないですよ、この子言うよ、某知ってるから、ああそれは全然大丈夫ですけど、あるそれでも分かるようなこと多いしね、言わんよ、分かんないでありますよ、その分かんないようなことは、それはね、今回栃木 の, その取材した時も本当にヤバい話が一つ出てきちゃって、出版社の方に編集者の方に相談したんですよ、これ載せちゃって大丈夫ですか、いやこれダメだってなっちゃって、いいじゃないですか、そういうのは、じゃこういうのも話せるのイベントしかないな、うん、そうね、まあね、生もんでね、うん、そうそうそう、カットされた話ってね、ね、これからやっぱり文筆だけで食うていく人生って無理やと思うから、そうです、やっぱりその、まあ、デザイナーとか絵描きもやりながら、はい、本もやる、ライブもやる、はい、テレビもやると、はい、まあ、どんどん出ていったらええよ、はい、ラジオだテレビだ、はい、ね、あのほんで、まあ、作家だけではなくてね、それでは他の人が歩めない人生、変わった人生を歩んでいけばいいじゃない、はい、いいですね、退屈な1回しかない人生だからさ、そうですね、
もうこの、まあ、生まれ変わりがあったとしてもね、はい、根性は1回だけですからね。そうですね、全力で歩きるだけですよ、ね。はい、うん、まあまあ頑張って頑張ります。その告知としてはどうですか、その本。そうですね、本ですね、はい、うん、単独本を初めて出させていただける、うん、あとあの栃木の階段王の本にも載ってる、うん、あ、そうですよ、階段王にも載せて、それが初めての出版物に出た名前ですか、自分の。そうですね、昔ファミ通に投稿した時は名前よく載ってましたけど、あ、それは素人の投稿だけど、まあまあそうですけれども、うん、はい、すごいです。あ、じゃあもう初めて名前載って、そうですね、吉野夢郎という名前が出版物になるのは初めてです、ね、はい、あれどんな感じだった、気持ちよかった、名前が載った、名前が載った感想は。ついさっき知ったんですけど、その現物見たの。いや、嬉しいですよね。嬉しいです。僕もだから今年初めてだったんで嬉しかったです。あ、そうなんですか。僕もそうです、怪談グランプリのやつで初めてだったんで、うん、そうね、早瀬は怪談グランプリの本に参加してるな。嬉しかったです。本当ありがたいですね、まあね、出版物に名前が載る瞬間って嬉しいからな。嬉しいですね。俺もそういう本なの。いや、そ本屋で、本屋行ってこうよ見て、うん、あ、並んでるわとかこう見ながら、単独調査が出た時は確認何度も言ってな、うん、自分の方が見えるとこにこう出してね、うん、やったもんよ、うん、今何も思うわあの頃のフレッシュな気持ちを忘れたらいかんって思うけどね、うん、奥さんとも泣いてましたもん、見た時に。ああ、よかった。一緒に行ってだからいただけるってなってたんですけど、いや、もう自分で買いますって言って連絡して、その本屋まで見に行ったら、もう奥さんも泣いてましたよ。ああ、名前が載ってる、名前が載ってるっつって、でベロベーさんですね。いや、おかしい、おかしい。ベロベーは。あ、一ページ目に、うん、ああ、ベロベー、そう、ベロベーって出してる写真があるから。奥さんが出すかい。泣いてる。いやいや、いいところに載ってるじゃんみたいな感じでね。うん、まああったりとかして、まあ、だからありがたかった。写真でね、一ページ目一個見たもんね、うん。そう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 。だからありがたかったです。本当に。いや、まあそのフレッシュな気持ちを忘れんようにね。はい。うん。嫁に生まれたよ。あなたあの一冊目出て。あのね、かみさんがチャリで買いに行ったんで、 はいはい、あの気持ち忘れてるでしょ忘れてますって感じだよね。まあ、まあ、あんだけ出して売れてたらそりゃそうですよね。もうかでもね、2人ともね、今年デビューっていうのはそれは忘れないです、はい、そうですね、で、これが人生に大きな節目になりますからね。いや、もう本当に本当に。早瀬さん何県の怖い話。僕も地元の岡山。あ、岡山なんで、そうです、僕も取材させていただいて半月ぐらい泊まって、いろいろ、はい、取材しました。え、岡山帰ってたの。岡山帰りました、帰りました。あ、そう、半月行っとったんや。半月ぐらい、ちょこちょことですけど、お分けて何回か行きましたね。ほんで、母ちゃんとこ泊まって。そうです、家泊まって。ほんで、地元の話をネタ集めてたの。そうです、地元のやつ、そうですし、あともう、あの海病院って言われてる、その、うん、いや、もう看護、新人看護師がもう、あれなんですよ、変なこと起きすぎてやめていくんですよ、みんな。あ、病院で。あ、そうか、で、だからもうそこの病院、ババアしかいないんですよね。もう熟練の。わけやついないんですよ。ババアしかいないとこがあって、そこに一応行って、体割りふりして、怖っ。行って、病院内ぐるぐる回ったりとか、いろいろしました。ああ、いいことですよね。いろいろしました。ババアある。そんなんあんねや。そうそうそう、あるんですよ。面白いですよ。ぜひぜひ、その、栃木の怖い話。そうですね、栃木。はい、よろしくお願いします。岡山の怖い話。ぜひぜひ、調べていただいて。はいはい、こんな感じですか ね、うん、はい、じゃあお便りお待ちしております。 nippondaisuki2005@yahoo.co.jp 日本大好き2005 yahoo.co.jp までお送りください。採用された方にはステッカー、差し上げますということでね、はい、ゆめろうさんはあれよね、はい、なんか彼女関係とかどうなってんのかが、え、すごいモテるんやろなって思うわ。今彼女いないですよ。あ、そうなんですか。あ、マジで、はい、どれぐらいいないんですか。もう2年ぐらい4年。候補いるでしょ。でもなんぼでもあっちから寄ってくる人とか。あ、いや、そりゃおるわ、うん、あんだけ女の子が。それは行かないんですか。なんか、そうないな。やっぱりファンには手を出さないし、うん、まあ、そうですね。なんぼはファンに手出すぎやけど。そうは全然手が OK。 まあ、ファンおらへんから出しようがないいたら出すもんね。うん、いたら出すよ。 100% 全然プロでもアマでも関係ない、問わず問わずいたらもうすぐ行く。誰の挑戦でも受ける。全然挑戦でも受ける。かかってこいもん、ね、結構どんなんでもいけるよ、うん、あ、そうストライクゾーンね。そうそう、風俗場でも行ったるわ。そうそうそう、あ、全然いける。牽制球でも振るもんね。それ捕まえれるか。牽制球で行っても打てへんやろ。牽制球で打つのも大変やろ。大変ですよ。落ちるまでいかなきゃいけないんで。なんかその辺のプライベートも気になるなと思って。そういう話もあるんです。なんかそういうアイドル的なね、いつでもいいんじゃないかな。確かにね、うん、
はい、はい、じゃあまたじゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。ということでしまって次回でしたなら。寂れた街角で出会った We are the G-Street Band We are the G-Street